エドモンド・ジェラルド、ジェリー・ブラウン・ジュニアは、アメリカ合衆国の法律家、政治家、オークランド市長、カリフォルニア州司法長官、カリフォルニア州州務長官、カリフォルニア州知事などを歴任した、カリフォルニア州サンフランシスコ出身、父親のパット・ブラウンもカリフォルニア州知事を務めた、イエール大学を卒業して弁護士資格を取得、1970年に、 衆議会議員として政界入りし、1975年に州知事に初当選。1983年まで2期務め、この間1976年、アメリカが衆国大統領選挙。1980年、アメリカが衆国大統領選挙。1992年、アメリカが衆国大統領選挙に民主党から大統領候補として、 指名を争ったが応せなかった。知事退任後は1997年から2007年までオークランド市長を歴任し、その後は州政府司法長官。2010年のアメリカ合衆国中間選挙において、カリフォルニア州知事選挙に出馬し、共和党のメグホイットマン候補を破って当選を果たした。これにより、カリフォルニア州に二度目の当番を果たすこととなった。 2019年1月7日に退任。20歳年下である妻のアンガストとの二人暮らし。ありがとうございます。